はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作、破られた画像、一幕戯曲です。この作品、破られた画像は大正15年舞台評論8月号に掲載されました。作者23歳の時の作品です。新潮文庫のシリーズでは、生きている原八という短編集に収録されています。この時期、作者はいくつかの戯曲作品を書きましたが、戯曲表現に多くの制約が伴うことに限界を感じ、散文の方が無限の可能性を持つと考えて劇作から遠ざかり、小説の方に傾注したと言われています。この作品は実際に文学仲間に起きた事件をモデルに書かれていると言われています。それでは本文をどうぞ。戯曲、破られた画像、一幕。3アクティングタイプ。登場人物、主人、客、妻、若者、非女中、海辺の家、洋室、その左手は奥へ、右手は前を通って玄関へ、正面は張り扉にてベランダへ、おのおの通ずる。張り扉の右手に窓、左手舞台尻に近く、切り込みの暖炉、覆ってある。マントルピースの上の左右に若き男女の画像が掲げられてある。黒い腰張りをしたバラ色の壁、部屋の右の隅に斜自宅と椅子、中央に円卓と椅子数脚、窓に近くビロード張りの低い贅沢な寝椅子、夕景、客と主人、主人は和服にて寝椅子の上に行がしている。客は洒落た洋服、部屋の中を歩き回りつつ語る。幕開く。客、だから俺はあの時代から言っていたんだ。人間は本当の生活をしなければならん。ごまかそうと思えばこのぐらいたやすい世間はないが、正面に向かうとそうお安くは生きかねる。真面目に取り組むのは馬鹿らしい、と言って人並みの生き方はしていたい。君たちは常にこう考える。だから生活が食い違ってくるのだ。で、一体君たちはあれからどのぐらい経つのだい？主人、神様のおかげでね、半年だ。で、君はその間に何をしてきたい？俺が言うのかい？多分君はチェンバリンやロバート、ボールなんかと首っ引きでいたことでも自慢にするだろうが、ねえおい、パンクを引くな、粉屋に任せとく方が利口だ。主人、だが俺は断っておくが、決して無責任な真似はしていないぞ。主人は上半身を起こす。俺は片時だって彼女を心の壁から外に置いたことはないんだからな。と客が、まったくね、亭主野郎は日がな一日、アークトゥルスだ、カノープスだ、リーゲルだと論にもならぬことで夢中でいらっしゃる。綺麗でお上品な山の神殿は相変わらず、シルレルが偉大の、ホープトマンが素敵のとおっしゃる。客はジェスチャーをしながら、片方があっちの隅でこんな顔をしていると、また片方はこっちの隅でこんな顔をしている。ふん。客は歩き回りながら、全くの話が半年も続いたのは神様のおかげかもしれんて。だが青木、俺は君からそんな風に言われようとは思わなかったよ。おや、君は俺を責めるのかい？主人、待ちたまえ。実際俺たちは今どん詰まりへ来ているんだからな。客、
話したまえ。だが聞きたまえ。いいか、世間一般に結婚すれば、5週間経たないうちにこの未知の男女は立派な夫婦になることができるもんだ。聖書で何と言っているか知っているか。何時らは神の名によりて結ばれたり、再び離れたるべからず。え？世間の夫婦を見るがいい。全く同体同心だ。亭主が茶でも飲もうとふと思ったとき、ちょうど同時に細君もそう思ったり、細君が夜中にふいと目が覚めると、亭主もちょうど目が覚めたり、嫌いなものが好きなものに、好きなものが嫌いなものに、夫婦という新しい存在のためにどしどし改造されてしまっている。なぜだ？え？わかるか？でさ、君の結婚生活を聞かせてもらおうか。主人、バカバカしい。今さらそんな。客は遮って、待ちたまえ。人間生まれてくる起源がすでにバカバカしいのだ。それ以上にバカバカしいことはありえないよ。俺は君の結婚生活が半年で今破綻に立っていることだけしか問題に入れていないのだからな。主人、だが君も知っているように実際俺たちの生活は平凡だったんだから。客、平凡？どうしてね。童貞を守ってきた正常な紳士と淑女が結婚してすぐ海辺の家に夫婦っきりの生活を始めたのに。主人は立って、そりゃあね、最初の間は接吻なども震えながらやったさ。がそれっきりの話さ。2週間も経つと彼女は彼女で部屋を決める。俺は俺で部屋を決める。お互いに朝顔を合わせるとおはようという。飯を食うと別々に自分の部屋へ帰る。俺は俺、彼女は彼女で勝手なことをする。昼を済ます、夜を済ます、お休みという。彼女は彼女の部屋へ。で、俺は俺の部屋へ。主人は円卓によって巻きタバコに火をつける。まったくチェンバレンでも相手にしていなかったら気が違ったに相違ないよ。客、やれやれ、虚職か先生。健康な清潔な男女が結婚して一月も経たぬうちに寝室を別にしたなんて話は何系の査断にもありゃせん。一体君は昔からそうだった。俺なんかはかなり深い交際をしていたのに、君はどこかに絹を覆って見せないところをしかと思っていた。で、それが自分をいくらかでも勝ちづける行いだと思っていた。その実は隠すほどのものは何もない。ただ、絹を覆おうとすることで人の目をつるのだ。だから同級の奴らは皆君のむっつりした四重扉に鍵をかけているような君を見て恐れていた。が、冗談でしょう。俺にはわかっていた。主人、だがそれはアプリよりだよ。客、もちろん。で、そのアプリよりが君の幸福にまで干渉してきたので、君はそれに初めて挑戦しようとしているのさ。左手から女中が茶を入れてくる。それを円卓の上に置いて去ろうとする。主人は女中に、あ、おい。女中、私でございますか。今夜奥様が遅くなるかもしれんからね。お前ちょっと泉屋へ行って夕飯をそう言ってきてくれんか。はい。主人は客に、どうせこんなところではうまくはないが、君も食べるだろう。無論、こっちは二人、お前の分も行ってくるといい。行ってまいります。女中去る。客はしきりにマントルピースの上の画像を見ている。主人は巻きタバコを捨てて空いている張り扉から盤景の海を見る。客は戻って巻きタバコに火をつける。で、一体どうなのだ。主人は
扉口から戻って歩く。少し間があって、真面目に言うが、俺たちは最近ごく最近別れなければならないかもしれない。いや、待ちたまえ。これは俺だけの杞憂じゃない。彼女もないないそう考えているらしい。彼女の目がそれを語っている。それを苦に病んでいるのがわかる。寝椅子にかける。一体俺は半時間でも彼女を愛さなかったことがあるだろうか。それで、青木、俺はね、こう思ったのだ。一体夫婦などというやつは、すっかり型にはまってしまうと、全く人生の栄に入りやすいものだと。で、俺は結婚すると間もなく、自分の熱情に制御を加えたのだ。俺くらいの年まで結婚せずに来た者には、それくらいの冷静さのあることはわかるだろう。ともかくも、俺はできるだけやることにした。君がね。主人、俺は法要の度数を決めた。それから甘い話をする時間を切り詰められるだけ切り詰めた。なぜならそんなことは5年後にだってできることだからだ。それから一緒に外出するのを決めた。すべてもちろん俺の胸の中でだ。で、こうして具体的な条件から熱しやすい情を整理したんだ。で、君はそれを実際に行ったのだね。だが誤解してくれちゃ困る。俺がそうしたからって決して彼女を前にして俺は平気じゃいられなかったのだ。じゃあ生理なんてことをなぜ考え出す必要があったのかい。感情の生理なんて、愛していたあまりだ。長く愛そうとしたあまりだ。愛しているならなぜ今限り愛さなかったのだ。いや、愛さなかったとは言えない。形に現れる現れないは別として、いつも俺の頭の中は彼女のことでいっぱいだった。だが俺は飽きることが怖かったのだ。愛しきった後の倦怠が恐ろしかったのだ。悪いことにこの科学者は神経質ときている。え、おい、人間に愛しきるなんてことができると思うのかい。おそらくはね。主人は言いながら立ってベランダへ出る。そこで頭を海風に翻弄させながら撫でる。客は立って再び画像を見る。少し間があって主人が戻ってくる。足早に歩き回り、ふっと客の前に立って口を切る。山本周五郎作、戯曲、破られた画像、その第一回、途中まで、2021年2月22日。